はいどうもゆうじです今日はこちらついフェミ温泉娘問題でテロ行為示唆というお話でございます先日からですねネット上で非常に話題になっています温泉娘なんですが今度はこちらの件につきましてとうとうですねついフェミさんがテロ行為を示唆して脅迫する事態にまで陥っているようですこれに関して非常に批判の声が上がっておりますさすがにさまあね こういう温泉娘とかこういったこの萌えというものが気に食わないからといってテロ行為を示唆して脅迫まがいのことをするようなことっていうのはちょっと許されないことだと俺は思うんですよ。まあ、ちょっとどころの話じゃなくて 当然許されない行為だと俺は思います。それをさ平気でやってくるつゆフェミさんたちって一体何なんでしょうね。目的のためだったら何をしてもいいとでも思っているのか。それってまさしくテロリストの考え方だと思うんですよ。つまり結論としてはつゆフェミさんは行き着くところはもう テロリストしかないっていうことなんじゃないのかだというふうに思っておりますいやこれをさ批判せずに傍観決め込むような人間は俺は同類だと思っていますのでそういう人たちもテロリストだというふうに言って間違いないんじゃないかと思ってますちなみにどういう文章だったのかちょっと見ていきたいと思います それがこちらでございます、えー。2021年11月20日に掲載されたものなんですけども、こちらの方はもうすでに、えー、消されたか本人が消したかどちらかはわかりませんが、もうすでに掲載はなくなっております。温泉娘と提携している温泉宿に飛ん。 はいわかりましたえ例えばの話ですけれども温泉娘に頼っているあなた方が経営する施設の温泉に猛毒が流し込まれたとしてそのために利用客に甚大な被害が被るといった可能性は考慮しておいででしょうか初っぱからやらかしてんじゃねえかこいつ <laughs> ダメだろこれは <laughs> あくまで家庭の話ですけどいやいやもう家庭の話とかそういうあの逃げ工事はいいからもちろん私はそんな真似しませんよ えそんな最悪なケースは起こっても良いとは全く思いませんからけれども世の中何が起こるか分かりはしませんからねってこれまんまヤクザの言うセリフやん <laughs> 俺はやんねえけど誰かやるかもしれないよねって言ってるようなもんでしょこれってこれね脅迫になっちゃうんですよごめんなさいね捕まってもらえますかあのついェミさんたちってこういうのを良しとしてる人たちの集団なわけですよ 俺こういう人間をねやっぱり世の中にのさばらせておくのはまずいと思うんですよこういうのをちゃんと批判できる人はまっとうなね考え方を持ってる方だとは思うんですでもこれを批判せずに良しとしてる人は俺はダメだと思うんですたださこれさこういうことをね表明されてほのめかされるとさ温泉側としても対応せざるを得ないんですよねこれをほのめかしをされるとこういうことが起こらないようにお金ですとか ね、人の手間をかけて、こういうことが起こらないように対応せざるを得なくなるわけで、これって、 って威力業務妨害もしくは義兄業務妨害にあたる可能性だってあるわけですよそういうことを分かってこの人は発言しているのかなつゆへみさんたち分かってますこういうこといくらね温泉娘が気に入らない自分たちの意に沿わない存在だっていうふうに思っていたとしてもこれはダメだわ自分たちがね温泉娘気に入らないそんなのやめてしまえっていうのはあなたたちの自由だけれども こういう行為をすることは日本の法律上俺は許されないと思うし、社会通念上ね。 良しとされる行為ではないでですすすよついいいいさんんっってうううのはそういうことすららわかかない人たたちだったんですかねいや俺はそこまでわからない人たちだとは思わなかったけどもまさかこんなことまでするとはさちょっとがっかりだなぁ同じ日本国民かどうかも疑いたくなるレベルですよねなんかどこか違う世界の法律だとかを適用しているように見えてしまうのは私だけでしょうか。 普通さ日本に住んでてこんなことダメでしょって普通わかるよね一般的なね常識をお持ちの方であれば同じ日本に暮らす人として普通だったらねその辺の常識は持ってらっしゃる方がほとんどだと思うんだけれどもそれを持ってないっていうことは違う世界から来た人なのかしらというふうに思うしかないよね。まさかそんなね常識も持ってない人間だなんてさすがにさ思えないので。 まあそういうことなんでしょうかねおそらくえ少なくとも温泉娘なんて性的搾取を利用した企画に乗っかって商売しようなどという施設に対して良い感情を持たない人は大勢いますからねそういう最悪なケースを回避するためにも温泉娘を利用している経営者の皆様は迅速に誠意ある謝罪をした方がいいと思いますけどねこれはダメだろう絶対ダメだろ つまり、謝罪とかしなかったら毒流すよって言ってんでしょこれは、もう完全にアウトだわ。もう絶対ダメだわ。この文脈で読むと、温泉娘気に入らない追肥みたくさんいるんだよって、そういう人たちが毒流す可能性あるから、お前ら謝罪しろよって言ってるんでしょこれは完全に警察案件じゃねえのもう。まあ、ていうかさ、ね、まあ、そもそもの話なんだけど、温泉娘が性的搾取してるかっつったらしてねえんだよ。全然。誰から 何を性的に搾取したんだって話になるけどその辺の話って一切ないじゃないですかだからねそもそもの話なんだけどもこのつゆへみさんたちの言ってるこの性的搾取っていうこと自体がおかしい話なんだよねだって誰が誰から搾取されてどういう被害を受けたんだどういう不利益を被ったんだって話なわけじゃないですかそれがまともに出てこないしなんかボヤーンとした話で性的搾取性的搾取って言葉だけが一人歩きしてなんか それっぽい言葉だけ並べてなんか自分たちを正当化してるようにしか見えないんですよだったらそういう被害があるっていうんだったらそういう実例を出していただいて、ね、この温泉娘によってこういう被害が生じましたっていうことをちゃんと示していただいてそれをもとにお話ししていただいた方がちゃんとしたねその論理的なお話になるんじゃないんですかっていうふうに思うんですよ。 それが出せないんであればただの言いがかりっていうお話になると俺は思っております。以上ただの意見表明でした日本国には思想の自由発言の自由がございますからはい逃げんなよお前。<laughs> はいあの確かに日本国には思想の自由発言の自由があるんですけれどもえっと発言の自由にはですね責任も伴うわけですはい。 えー、法的に逸脱した発言をすればその発言については責任を取らなければいけないという状況にもなりかねませんのでそこについては自由があるがゆえに責任も伴うということはしっかりとご承知をお聞きいただいた方がよろしいんじゃないんでしょうか自由だからといって何でも口にしていいという話ではございません、はい、思想の自由は別にいいですよ、はい、好きに頭の中で考えていただいて妄想する分にはあのご自身の勝手ですのでもう好きになさっていただいていいと思うんですけども 発言についてはですね脅迫まがいのこととか言ってしまえばそれはね、えー、法に引っかかることになりますので、えー、そこについては責任も伴うということはちゃんと覚えておいた方がいいんじゃないんでしょうかっていう感じなんですけどいかがですかねつうかよく平気でこんな文章を人に送ってられるよね。マジでこの人テロリストなんじゃねーのでねそのテロリストさんたちなんだけれどもどうやら 同じようにこう温泉娘を批判していた人たちがいたんですけれどもその人たちがこの文言はちょっとまずいんじゃないんですかっていうことでこれについてはまあ通報しようっていう動きもあったらしいんですよそういう人たちがどうなったかっていうとこういうツイートがあるんですが温泉娘を批判していた人たちがこのツイートに確かにこれはダメだ通報しようと賛同したら次々とブロックされて困惑しているみたいだけど 多分温泉娘批判したフェミさんがこれも批判するのはこの人たちのアピールしたいことに都合が悪いんだと思うって述べてるんだけど重要なのは今回のこの脅迫についてまずいやろと言った人をブロックするっていうこと自体がもうすごくおかしい話だと思うんですよ。普通の その社会性を持った人たちであればこういう行為ってダメだよねっていうのが普通だと思うんですそれも認められないつゆへみさんたちってもう俺はもう完全にテロリストだと俺は思っていいんじゃないかと思うんですよだから日本の社会からまあ排除していく方向でいいんじゃないかなと思うんですよねだってこんな考え方しか持ってない人間が社会にのさばっているって非常に怖いと思うんですよ俺は怖いです だからといって何かね強制的にするっていうわけではないんですけれどもこういう人たちって社会にのさばらせておいたらまずいよねっていう意見が広がるようにしていくのが俺はいいと思うんです何かね直接的に圧力をかけるっていうことになるとこの人たちと同じことになるからだからそれはやっぱり良くないことだし何かね法に触れることにもなりかねないのでそれだったらこういう人たちは社会には必要ないよねっていう空気を作っていった方が 俺はいいいんんじゃないかなかと思うんですよ多分知らない人ってたくさんいると思うんですこういう人たちがいるってでもこういう人たちがいるっていうことが社会に知らしめることができれば多分真っ当な考え方を持っている人であればこれに賛同しようとは思わないと思うんですよこういろんな意見をバランスよく聞いて総合的に判断した時につフェミのやってることが正しいよねってなる人は俺は誰一人いないと思います。 もしそれがいいなって思う人がいるんであれば俺はそれは何か歪んだ考えを持っている人なんだろうなっていうふうにしか見れません。まあ、だからこそ自分が思い描いているいい社会っていう方に目指していくんであれば 自分としてはツイフェミっていう存在はこの社会には必要ないなっていうふうに思っております。だってツイフェミの存在って真っ当なフェミ,スフェミニストの人にとっても邪魔な存在だし迷惑な存在でしかないでしょこれって。ただ単にフェミニストっていうねその言葉を吐き違えたテロリストでしかないわけだからさとりあえずまあ早くこの変な文章を送った人は捕まってほしいなとは思っております。多分ね あの本当に温泉の人たちは結構安心できないと思いますよ何があるかわかんないしそこにね人件費だとかも割いたりしていろいろ対策も講じなきゃいけなくなるとは思いますので非常に怖い思いはされてると思いますただ日本の社会としてこういう行為は許されませんよっていうことをしっかりこういう人たちにアピールする必要もあると思うので早くねこういう人間は捕まってほしいなというふうに思っております。はいえということで今回はですね え温泉娘の問題でテロ行為を示唆して脅迫をしたというついへみさんのお話でございますがいかがでございましたでしょうか俺はかなり問題のある行動だと思っているのでこういう行為は日本の社会として許すべき行為じゃないと思っております皆さんはどのように思っていらっしゃいますでしょうか何か思うところございましたらぜひコメント欄でコメントしていっていただけると大変嬉しく思いますあとこの動画がいいなというふうに思っていただければぜひチャンネル登録をお願いいたします 以上。